世界のですね、ズルトレーダーにおいて、バイナリーオプションスペシャリスト者だったハンマー、岩尾先生です。すいませんね、コーク飲んでね、今ちょっと、で、去年までバイナリーオプションのスペシャリストだったんですけどね、ズルトレーダーにおいて日本一から世界一になってましたけども、現在ズルトレーダーは FX 統一となってます。それで現在は人間たちとの力関係だけで無限に稼げるという能力を持ってます。世界の億万長者なんか全然関係ないですね。もう上行ってます。人間たちのそのですね、投資での妨害、に対して、戦争が来ました、ね。それをとどめるだけですね。その力があれば抑えられると無限に稼げるわけですね。今の世界の億万長者はそれ乗り越えてませんから。言うなれば人間たちの、その仲間関係ですね、で生きてまして、どんな億万長者でも私に対してはやっつけられれば命を捨ててきます。でそういうレベルですね。私の方はもう越してまして、人間たちとの力関係でね、後ろに3台のパソコンありますでしょ。月曜日の準備ですね。今、月曜日になった夜中ですね、1時、もうすぐ2時になりますけど、そんなことで準備が始まってますけれども、ということでね、世界一の億万長者はもう私は越してます。で、問題はね、で世界の億万長者、長者に乗ってる人たちはね、私をやっつけたいならば命捨てても、少しでも私の財産を減らしたいというためでも命を捨てて攻めてきます。そんな関係でね、私はその世界の長者番付に乗ってる人たちよりか億万長者です。で人間たちとの武力関係、力関係が上の生物として働いてます。で人間同士の戦争よりかもっと大きい戦争を上の生物として、たった一人しかいませんけど地球でね、それはハイテクで人間よりか上の知能ということで抑えてるだけで、いつも攻撃は来てます。戦争以上ね、人間全員の攻撃が来てます。だから、やっつけられたら当然攻めてきますしね、上の生物としてハイテク人間全員に対抗して防御してるから生きてるということですね。でそんなことでしましたね。今のコンピューターなんですけども、このように3台で、バイナリーオプションのインジケーターの準備が始まりました。つまり1時46分6月11日月曜日ですね。まだ夜中なんで動いてませんけれども、まだ夜中で朝にならないとね、朝過ぎにならないと動きませんけど、こちらの方のインジケーターは5分のね、30ラインの分析でやってます。こちらは3分の30ライン、こちらは5分の60分ラインでやってますね。で
各々のバイナリーオプションの投資の方法は違うわけですね。時間帯も変えて、分析新しく、また合うように整えたものですね。でこちらの方で無限に稼げるというものですね。この、インジケーターで、損なく投資できるインジケーターです。そんなものを公開します。これがあると何億円でも何百億円でも1兆円でも2兆円でも稼げるインジケーターですね。これが2016年17年バイナリーオプションスペシャリスト、を世界一になった半前岩先生ですねの作ったインジケーターです。勝率通りにね、今動いてませんから 53% とかなってますけれども、左上ね、動きますと分析データがあります。今動いてないんで処理されてません。これでこのパーセンテージに近くね、稼げるようになります。動きますとね。こちらのねパソコンはね自作ですね。自作パソコンで動いてます。この CPU は驚くに 35W の CPU 使って4コアでやってますね。消費電力世界最強の消費電力の PC です。今ちょっと CPU の値が5倍ぐらい上がってましたけどね、現在どうか分かりませんけど消費電力は少ないということでね、24時間動かすのには非常にいいということで、ただ後で60、72コア、30